ーピストテーミーヤーウェイとは、タイの警察。歴代の警察長官。タイ自由党の長官。2007年2月から2008年4月まで、タイ王立警察長官。コーイット・ワタナ大臣を、タクシン政権で警察長官就任するが、2008年4月に汚職の容疑でサマックスントラウェイト首相によって解任された。カムナンポーやプラプラトゥーナムなどのマフィアのリーダーをターゲットにしたことで評判を得た。軍事政権はまたサプラング・カラヤナミトル会長と共に彼をタイ空港公社ディレクターに任命。軍事政権に任命された憲法起草委員会と国会議員のタナブーン・ジラヌワットに従事していたフレンズ・オブ・セリファンデーション議長を務めている。ファサウィーシー・テプチャトリテ・ミヤベットと結婚しと3人の子供がいる。http://www.rachtachi.soc.jor.slash/data/pdf/001485558.pdf アーカイブドコピー。2012年2月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年5月20日閲覧。PM2 Look into Allegations of Corruption of Seri Pisato at the Nation Seri Pisato Joins Board Archived 40/2007 at the Wayback Machine 20/2007 ありがとうございます。